41番の問題やりましょう。皆さんはもう長方形や正方形の面積の出し方は教わったでしょう。でも三角形の面積はまだどうして計算したらいいかも習ってませんね。でも少し早いけど教えてあげましょうか。さあ読んでみてください。算数でもおなじみの字です。3、はい。三角形の面積は、はい、次読んでください。底辺の長さと高さを使って計算できる。知ってますね。三角形というのは皆よく知っているように、3つの直線からできてますね。このようにしてできてます。これの面積、広さを出そうとすると、ほら、底辺、これですね。これが底辺。高さはこれになりますね。高さ。さあ底辺に高さをかけると、ほらこのようになることわかるでしょう。もう算数でも習ったからよく知っていると思いますが、まあ復習しましょう。底辺にほら高さをかけるとちょうど四角形になりましたね。はい、これだけが四角形です。これが高さ、これが高さ、底辺は横ですね。縦と横とをかけて、そしてちょうどこの四角形のちょうど半分が三角形になります。こちらの四角形の半分がちょうどこの部分の三角形の広さになりますね。これ両方合わせたらちょうどこの三角形の面積になるの。それで横をかける高さで四角形の面積を出して、ちょうどその半分が三角形の面積になりますね。だからこのようにして高さと底辺の長さと高ささえ分かれば面積が計算できますね。さあこれでちょっと間違いやすい字はね、これです。これは積もるいう字ですね。はい、この2つぐらいです。さあ、正しい字は左に、間違った字は右に書きますよ。面積の積でよく間違うのはね、これです。ここ跳ねたらダメですね。こういう字のままで放っておく方が多いんです。青いという字で放っておく、これはよくない。必ず積は雪が積もるの積もるという字です。これはね、積んでいるという字は必ず、こちらは青冠と言います。これ青の上だから、これ青冠言うんですよ。青冠の下に目と歯、つまり貝という字ですね。これだけだったら、さあ責任を持って仕事をしなさいいう責任の責になります。青冠に貝ね、このようになりますから、ここを気をつけてくださいよ。それからもう一つ、底辺の底、ちょっとどうしてもこれは先生でもよく大人でもよくやるんですが、ちょっとこう書きがちになるんです。これ書かないように。それからよく間違うのはここです。ので、次こうしたままで放っておく方が多い。こうしたらいけません。必ずここいりますよ。それから間違う字はね、ここはちゃんと書けていても、このこちらをこうやる子がおるんです。あべこべにね。そして間違う子があります。これもダメですから、必ずここは縦にきちっと書いて、鍋蓋のように書いて、ちょうどこれが家の壁みたいになるんでしょうね。そしてのれいち、そしてこう払いのようなんですが、これは払いと違って上へ跳ね上げます。そしてそこに必ず底板をつけます。これで底という字、底辺の底、こうなるんですね。ついでにちょっとこれを覚えてください。この積というのは 3×6、 サブ6、18と言いますね。この18のことを積と言います。掛け算の答えも積と言いますよ。はい、じゃあこれを覚えたら、向こうのひらがな文を見て読んで、
そしてこういう漢字混じり文に直してください。この前もちょっとお話ししましたけども、使うという字ね、ここから書いたらダメですよ。ここを必ず掛け算のように交わるようにしてくださいね。十字になるようにね。さあ、それではテープを止めて、漢字混じり文に書き直してください。